と、あーすげえ。ダウズスイマー速攻釣れましたよ。ボコボコって感じですね。じゃあさらに狙ってきます。はい、2匹目。ちょっとねカメラ回ってなかったんですけど、またまたいい引きでしたよ。じゃあ逃がします。はい、ダウズスイマー3匹目。ほんと飲み物みたいだね。ほんとにねえ、これ、いやー、よう釣れるねえ。はい、ちょっとねサイズは下がったけど3匹目ゲットで、じゃあ逃がします。ピタッて止めたら食ったね。なんかちょっとでも後ろに追ってる感じがあったら、やっぱこの白カラーとこの白シルエット、まあシルエットは若干違うけど、ほんとカラーがシーバスペシャルなカラーだからか、今のも結構あ追ってきた追ってきたと思って、もう船べりでこう止めたら、こうね躊躇なくね下から食い上げてきたね。不思議なる母。もちろんジョイクロ178とかでも同じように釣れるとは思うんだけど、結構ジョイクロって自分で好みのウェイトチューンとかピタッてハマると途端に入れ食いモードねなったりするんだけど、ちょっとねダウズスイマーの場合はこれ箱から出してもうそのまんま吊るしの状態で、ほんとチューニングが完了してるというか、一番魚が好きな翻りアクションとかね。ジョイクロでもねもちろん同じように釣れるけど、こう上にバーってね浮上するアクションするためにケツの方にウェイト足したり、ちょっとねクーレンジ合わせるために沈めたり、もちろんこれもウェイトチューンとかするのがいいとは思うんだけど、置いてるだけでね下から湧いてきて、この浮力とかもちょうどいいんだろうね。浮上スピードとかトータルでなんかビターッと合ってるんだと思うんですが、ちょっとね違うルアーもこんな釣れてるから試してみたいんだけど、これがよう釣れるから今日ちょっとなんかルアーが変えらんない。なんかこれの果てに70とか80がいそうな気配がムンムンなんですよね。なんかワンチャンありそうなんで、投げるのをやめられない。超優秀なるわな、びっくりするぐらい使いやすい。 100g ぐらいあってね、長さも20センチ超えっていう感じだけど、かといって大きすぎず、でもなんだろうな、魚がお
まあたまたまかもしれないですけど、そんなに今日レンジが深くないから、このスローフローティングで水中で誘って、で浮上アクションと、あと水面の波紋出してのトップ使いみたいなのでも誘える感じが、今日はたまたまね合ってるみたいですね。あとまあ濁り、今ね雨跡の濁りから徐々に水の色が回復しだしてる、この水の色とかもたまたま合ってるんでしょうけど、水面でガバチョーって食ったよすげえな。またね、サイズはそうでもないけどね。はい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 、はーい、またダウンスイマーで来ましたよ。はいはい、4匹目。いやー綺麗な続きね。じゃあ逃がします。潮動き出したか。うー、派手なエラ払い。さあさあ、久しぶりの一匹だよ。さあどうでしょう。あー、はいはいはい、いやーねえ、こんな感じでいっぱい釣れますよ。よいしょ。はい、ダウズスイマーでね、5匹目ぐらいかな。もうね、ほんと餌ですね。じゃあ引き続き、潮動き出したんで投げてみたいと思います。はい、先日アップしたまあ1匹目釣れたよっていう動画に引き続き、一気にね、その後釣れたシーバスのやつもね、パパパパパーっとね、こうまとめてご紹介っていう感じなんですけども、あんな感じでね、朝の短時間ね、ほんと朝まずめっていう時間だけだったんですけども、数えてみたらね、5匹ね、スズキを反応させることができましたっていうことで、ほんとね、これね、飲み物だなっていうのはね、ほんとダウズスイマーは飲み物ですってね。いやー、ちょっとね、やっぱジャッカルの人だし、持ってるんじゃないのとかね、まあ、ほんとプロだからだよとかね、思ってね、いやー、自分が使ってもそうはいかないぜ、なんて思ってね、釣り場に行ったんですけども、ちょっとね、自分が上手くなったんじゃないかなって錯覚するぐらいね、よう反応してくれた。いや、特に何にもしてないですよ。チューニングとかもしてなくて、本当箱から出した状態で、で、まあね、アクションはね、トゥイッチング、チョンチョン、チョチョン、チョンって感じでね、やるとね、もう自然にね、オートマチックにこいつが反応して、こう、魚をね、勝手に誘い出してくれるっていうことで、非常にね、よく釣れるルアーだなってね。なかなかね、220っていうサイズで、あんなにポコポコね、ちょっとね、小さなサイズのスズキとかもね、しっかりね、食ってくれてたんで、これが不思議だなって思って、まあ、ビッグベイトの中でもね、大きい、ジャイアントベイトではないけど、ビッグベイトの中でも大きめのサイズっていう風なね、印象で考えると、すごい活躍してくれたなって。っていうことでね、動画にまとめてみました。でね、改めて、まあ、使ってみてなんですけども、あのね、尻尾。これ予備の尻尾がついてるんですけども、ジョイクロの尻尾なんかと比べると、こうね、薄いね、
感じのデザインになっているので、で次ね釣りに行った時ね使おうとしたらねちょっとね癖がついて曲がっちゃってたんですよね。でまあ使用上の注意点としては、まあ釣り終わったあとね簡単に外れるんで、こういう感じで保管するときはね外しておいて、まあボックスにそのまんまね、一緒に入れてたんですけども、その方がねこうまっすぐがキープしやすいのかな。で使うときにこうもう一回装着って感じで、おいしょおいしょおいしょね、簡単にこんな感じで取り付けることができるので、尻尾だけね使い終わった後使い始める前にね取り外し取り付けなんかすると快適に使えるんじゃないかな。まあ曲がった尻尾でも大丈夫だろうなんて思ってね、投げてみたんですけども、やっぱりねちょっとね曲がってるとね独特の規則正しい中の不規則アクションっていうのが、出づらくなったので、そこだけねまあこれで使ってその次行った時にね感じた、注意点ということで、あとはねまあフックもね全然変えてないんですけど、結構ね持ちがいいというか、なんかねそのまま使えちゃってるっていうところだし、ねフックサークルもねだいぶついてねかっこいい感じになってきたんですけども、まだ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 丈夫で使えますよっていうね。それと、一見ねこう三連ジョイントだから多連結系のビッグベイトなのかななんて思ってたんですけど、使ってみると本当ねこの後ろの可動域が非常に狭いので、どちらかっていうとこうジョインテッドクローみたいな本当ね二連結みたいな感じなんだけど、微妙に動くこの三連結目によってなんか生めかしくさらに動いてくれているのかななんていう風に感じました。まあね難点は本当贅沢な話なんですけど、結構ねフッコサイズもねしっかり食ってきちゃうね。ランカーだけに焦点を狙ってって考えるとね、こいつね先にね小さいのもね連れてきちゃうんで、まあそういった時にジョイクロマグナムとかシャクワンとかコードネームバスとか、まあバラムなんかもね本当自分まだ釣ってないんですけどね、本当シーバスでっかいのよく釣れるなんていう噂は聞いているので、そういったフッコサイズが反応しづらい一発大物狙いのルアーに変えていったらいいのかなって、まあね贅沢な話ですよね本当にね。でもね本当ねこのちょっとフッコサイズぐらいからねバンバンに反応しちゃうので釣れすぎ注意だから、まあダウスイマーは飲み物ですってのはね、本当かななんていう風に感じましたよなんてね、いい釣りができましたっていうことで、動画にまとめてみました。はい、本日の動画はですねこちら、ジャッカルのですねダウスイマーのソルトウォーターカラーですね、出たばっかりのねこれを初めて使ってみたところ、ボコボコに釣れたよ、ダウスイマー飲み物ですね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。